キノコのスープはめっちゃ美味しいの。味が濃くて。クルマフも入ってます。こんにちは。美味しそうで美味しいです。お、キノコ、キノコのギフトが。今日は夜の9時半からあれなんだっけ、武道館の告知の配信、ショールームであるのかな、であるのでぜひ見てください。よろしくお願いします。ショールームであります。見ます。ぜひコメントも待ってます。あ、ロガールの配信もある。確かに今日はロガールの配信もあります。ぜひ見てください。ちょっと何時からか分かんないんですけど、ロガールもよろしくお願いいたします。9時から19時から、ぜひズッキーとエリコと3人で出たのでよろしくお願いします。5分前に起きたかをね、本当にもう4時間前から起きてました。ひどい。もう配信やめたいって思った今。だってこのすっぴんでね配信したくなんてはないですよ。この後収録でメイクしたいんですけど、もう毎日配信やめます。明日はやりません。だってみんながやってほしいって言うからやってるのにさ、そんなこと言って、なんか謝らせてしまいました。嘘です。やります。明日も。いや、今日は19時からロガールの配信っていうか、あのロガールの〇〇集まれ〇〇 AKB と、あと〇〇 AKB と、なんだ、あとショールームの9時から2個配信があるので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。集まれ〇〇 AKB って言って、集まれ〇〇 AKB でした。ご飯食べました。朝ごはんは
シャインマスカットとキノコのスープとパン。パンです。明日は公演？あれ？明日私公演？明後日じゃなかったかな？明日だっけ？明後日ですよね。うん。でも明後日の公演が終わったら多分今んとこ公演出る予定はないので、うん、15日はだって15日逆上がり公演なのかな、わかんない。まだ 6?6 だからまだ言われてない可能性があります。でも結構もうずっと出てる逆上がり、でもまだね1週間後以上あるから結構出演メンバー1週間前より先に出ますって言われないから、まあ、ワンチャンあります。やっと B が公演やるらしいって。 B はそんな公演してなかったのかな。1ヶ月ぶり？ええ、やばいね。それはあんまなかったとも言える期間の空き方。でも逆上がりも言うて誰かが毎回シンポジしてる気もする。この前はあゆちゃんがシンポジして、うん、もうすぐ終わるから一公演一公演が貴重。確かに来月も、来月終わっちゃうんですもんね。もうたら何が始まるのだって。でもなんか16人公演がね始まるみたいな
なんかコンサートで発表されたこの前の、だから16人公演とかやるんじゃないですか。16人公演、新公演お願いします。新公演ね、もう何やるか決まってるの？だって、いや、わかんないです。16人超えだと楽屋がいっぱいいっぱいになりますか？なります。もう16人の迫力忘れてしまった。できた。16人公演っていつぶり？もう2年3年ぐらいやってないってことかな。ラストは2020年の1月。そうなんだ。いやー、どんなね、演目になるのか楽しみです。僕隊続けてほしいな。だって、続けたい。僕隊、僕隊また出たい。やりたいです、ぜひ。なんかやっと僕隊に慣れてきた。そう、最近だからまた出たいです。509おめでとう、ありがとう。ということで、じゃあ今日の配信は
ちょっとこれで終わりたいと思います。今日配信がねたくさんあるので、19時からのロガールと21時からのショールームあるので、今日は夜たくさん見て楽しんでください。では最後におランキング読みます。いきます。13位タンちゃん、12位ラピス、11位グアパーとおだし、10位幻、9位中堅、8位あやかん、7位サボ、6位みさきち、5位ハードな岩とおだし、4位クロワ、3位筋肉愛好家、2位 YSA73、 そして1位はマカロニ48。ありがとう。ということで皆さん配信見てくれてありがとうございました。今日は夜配信見てください。お願いします。ではバイバイ。